及川氏は、日本の氏族。生は源氏より綱流。源山見より政よりで、馬場氏の分流。及川の、およびは、及ぶではなく、旧の、板谷座。古くは及川だけでなく、及川、及び川、旧がなど、いろいろに書かれ、現在でも、及川氏と書く家もあるが、どの書き方が正しいということはない。読みも現在は、追川が、一般的であるが、 正音の追い川と濁音の追い川、どちらが本来の読みだったのかは不明である。全国人口順位282位、現在の日本では約2万件、人口7万8400人。追い川、追い川に似た性としては、追い川、追い川があり、これらは当て字の違いに過ぎず、同型なのか、あるいは全く別の性なのか詳細不明である。また、追川氏。 大河市、恋河市等の名字も存在するが、これらは、本校で述べる、追川河市とは別のせいである。玄山三より正は、平家物語にも登場する有名な武将で歌人、エタイジの伝説でも名高い。その子、源中綱から出た系統と、中綱の異母帝、正氏から出た系統とがある。中綱の子、源茂綱は後に、 はじ国木崎軍の及川か僧を領し、及川か森綱と称した。これによって、初めて、及川という名字が起こった。聖綱のおじ、正氏も、聖綱に従って、及川を称し、この、正氏の系統が先に、欧州において栄えたが後に滅亡し、以後は、聖綱の系統がこれに代わって栄えた。正氏は、父、 頼政が欧州に下校した時に残した種で、一族中では、欧州土着の先駆けとなった。政氏は、イボ兄、中綱より40歳以上も若く、おそらく老いの聖綱よりも年下であった。政氏が、老い川氏を称したのは、同族として、聖綱に従ったことを示す。聖綱の兄、源雄綱は、源の頼朝の挙兵の際に参陣していることから、 聖綱もまた、鎌倉幕府に従ったと思われる。神奈川県厚木市の、追川という地名は、聖綱、または、聖綱の子、追川光綱の演歌とも思われるが、古くは、及び川とも書き、追川とに濁って、読むのが正しい。光綱の子孫、追川光重は、下唄の勇気師の家臣となって、下唄に到着した。光重の子孫、 及川光母は、白川祐希氏の家臣となり、欧州に移住した。北方市に、及川という地名あり、この地名ができたのは、女王年間以後のことでそれ以前は、深刻と言ったが、当時この辺りに居住した及川市にちなむ地名かと思われる。しかし下宇佐に残った一族も、かなりいたらしく、千葉県北部に、及川市が集中しており、 現在の全大川市の6%が千葉県人である。大川市は岩手県南部から宮城県北部にかけて勢力を有した火災市の家臣となったが、その経緯から三つの家系に分かれている。15世紀中頃、佐田氏の子孫は火災家に対して謀反を起こしたが、三つ村がこれを鎮圧。それで正しの系統は滅亡し、三村の家系が取って代わり、 及川市は、多くの分流を派生しつつ、欧州に増え広がった。現在、及川という名字は、岩手県の中部南部と宮城県の北部を、中心としつつも、青森、秋田、山形、福島の東北地方各県に散在している。16世紀初頭、三つ村の孫、及川重種は、江差市と戦って敗れ、三つ村の家系は衰退した。変わって、 雷忠の子孫、及川頼わより高が城を継承した。16世紀中頃、雷高の孫、及川頼より家の時、同族間の内紛により、主君葛西氏に領地を召し上げられてこの家系も没落し、多くは機能した。また、茂種の家系は衰えながらも、及川茂氏が、葛西家臣として生き残っていたが、後に、豊臣秀吉の時代になり、 加西氏が秀吉に滅ぼされると一族は皆浪人となって、加西大崎一気に加わる者もいた。最後には、大川茂秀や大川信二のように、伊達氏や南部氏の家臣となる者も出たため、明治維新後に氏族になった者は、仙台藩か、森岡藩いずれかの家臣であり、現在、大川という名字が、宮城県と岩手県の両県に集中しているのも、 徐々の歴史的な経緯によるものである。その2県の他では、北海道に13%、東京都と神奈川県に7%ずつ、千葉県に6%が住み、茨城、埼玉、静岡の3県にも少ないながら分布している。中世には、火災市の家臣となって、欧州に土着し、3つの家系が交互に攻防して、 近隣の諸勢力と構想しつつ、多くの文家書流を生んで繁もした。家により多様な家紋が使われており、大川といえば、これというものは、特に定まってはいないが、強いて言えば、片タクの系統が多い。他にも霧系、津田系など多種に及ぶ。大川氏から分派した家には、小沢市、増淵フチ市、カオ市、小野寺氏等がある。ありがとうございます。